久留米出身こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は飯塚高校からお届けします。こがけん頼め、イエーイ。今日は3年生間野翔太さん、MC がうまくなりたい、こがけんさんと笑いについて語らいます。僕ら吹奏楽部は演奏会をするときに、僕は結構司会をするんですよ。曲をこう紹介したりとか、でお客さんに笑ってほしいとか笑顔になってほしいっていうのがあるから、そのもしかしたら、よかったらその司会のコツとか、お客さんに受けることとかを教えていただけたらなって思うんですけど。どういうところで笑い取りたいわけ？そのお客さんと絡んだりとかしたいんですよね。このステージ側に立つ人とこの客席にいる人のコミュニケーションがあって、一緒に笑える環境ができるみたいな、そう思ってて、そのお客さんとのコミュニケーションを取りたいんですよ。なんかいじったりとか、こんなに真面目にお笑いのことを語られたのは久しぶり。芸人さんが例えばよくやるやつだったら、こがけん知ってる人、って言って、上がらなくて、ちょっと恥ずかしいのかなって言って、じゃあこがけん知らない人って言ったらバーって上がって、すぐ下ろせみたいな、すぐ下ろしてよみたいな、一番ベタな芸人さんがやる営業でのつかみだったりするのよ。だからどういうのがいいだろうね。真野君的に何か思いついたのある？ここの流れの中で。前に福岡県はとあることで全国ランキングが第2位なんですが、何か分かる方いらっしゃいますかって聞いて、実は福岡県は全国で2番目にヤンキーの多い県なんですよみたいな話をしたら、笑ってもらって、やってるじゃんもう。あとはちゃんと吹奏楽で今からやることになぞったことがいいと思う。吹奏楽ってのはやっぱリズム、みんな本当重要なんでみたいな感じでリズムやりましょうみたいな、で絶対に難しいリズムでこっちを真似してもらうとかいうのあるよね。だから最初はパン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 から始まって、パンパパンパパンパンパ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 ンパンとかずっとやるとかいうのはめちゃくちゃ面白いですよ、それ。自分で組んでもいいし、そのこがけんさんからもらったネタを使って、これからもっとお客さんとコミュニケーションも取って、楽しい会場を作っていきたいなと思ってます。自分で組んでもいいし、こがけんさんの使ってってことは使わない可能性もあるじゃん。ちょっと憎たらしいやつだな。